はい、クラチャンネルです。今日はバス釣りです。身内の、バス釣り大会に参加してみようと思います。月1でやってるんですけども、今回の舞台は、広島県と山口県の間の八坂ダムです。まだ、真っ暗でちょっと皆さんも準備してるんですけども、僕も船を下ろしてやっていこうかなと準備をしたいと思います。ちなみに朝の温度は0度、外気温0度です。では頑張って初バスを釣りたいなと思ってます。ではとりあえずシャット系で巻いてみたいと思います。まあ色は春なんで赤で、ない。おらんよね。おらんね。旅行に行ったんじゃない。多分ね。うん。卒業旅行かなんかよ。絶対おらんから。
パソコンに行きさせて、何度かちょんちょんとするぐらいで、まあ、岸から離れてない感じで、ドンと、で、先ほどの魚。やばい、まだ手がしびれて、手が震えてます。勝てるかも。2本釣れば間違いない。今日結構白濁りしてるんですよね。こんな色あんまり見ないんで、状況はあんまり良くないのかな。あとはみんなが釣ってないと勝てる、釣ってたら負けです。こればっかりはもう分かんないですね。多分この時期なんで、まあ、出たらでかいと思うんですよ、シャローで釣れると。だからシャローを打ってて引っ張り出してきた人は多分僕と同じような魚を持ってると思うので、勝てるかどうかは皆さんの釣果がどれぐらいかによっても気になっています。とりあえずウェインはできる。ではスロープまでゆっくり戻ります。もうちょっと時間があるんで、まあスロープ付近で粘ってはみますけど、まあちょっとなかなかあの一本で精一杯ですね、僕のスキルでは。まああの近くで時間が余っているようだったらもうちょっと打って、もうちょっとスコア伸ばして、1位優勝を少しでも近づけたいなとは思いますけど、どうですかね。まあ、ここ八坂ダムはエレキしか使えないんで、エンジンが使えないんで、なかなかの移動、場所移動は結構時間かかるんですよね。で、あそこ八坂ダムにあのゲストハウスがあって、ちょっとした軽食とか、あのレストランもあるし、なんかお土産品もあるんで、トイレもありますし、あそこには。ちょっと休んで、帰り休んで帰るのもできるようなフィールドです。あ、これはまずい。でっかいじゃん。イエーイ。でっかい。チーズ。あ、それは勝てんわ。はい。はい、頑張ってます。おぉ、えぇ、ー、何しとるの。おぉ、僕がチャンプルは、よし来い。あるまでもなく、おぉ、クラチャンネルは、おぉ、2060、ちょっと持ってラバージング。よいしょ。余裕であるな。すっげぇ、舐める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 。舐めますか。天才じゃん。天才じゃん。
もう余裕のゆっちゃんじゃん。あれだけ寝てるんだよ。でも51じゃね。中身奥さん寝ない。奥さん寝ない。あ、でもこれも先生も大丈夫だこれ。それは買って1470。はい。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。撮っていただきました。はい、今回は優勝しちゃいま、優勝しちゃいました。もう何年ぶりかの優勝なんで、超嬉しいですけども、たまたま釣れた魚が大きかったっていうような、運が良かっただけですが、また来月もいいところにいい順位で折れればいいなと思ってます。ではまた。バイバイ。